っしゃいませ。ただの芝居だったのに、どうして本当に設計図の修正案を考えてしまっているんだろう。はあ、職業病かな。船の便数を調整した方がいい。送信様は多分気づかなかったでしょう。宝石のことは聞きたかったですが。フロート社の記念品を買いたい人がたくさんいるわね。気の毒に、ワコードよ。次はわしが美味しいものをおごってやろう。明日はパルディスディアイの近くに見張りを立てないと。気づかれなかったよね。全部丸め宝石のこと。手をつね。立派な後輩じゃ。船の便数を調整した方がいいのか。全部キャンディータワーの造形。おかしいな。はあ、計算した時に変数を一つ見落としちゃってたんだ。あ、こんにちは。大丈夫だよ。目の前を星がぐるぐる回ってるけど。ダメダメ。もうすぐ過信短日なんだから、早く論文を終わらせないと。私もフロート社のパレードが見たいもの。うん、そうだね。ありがとう。どんなに小さな星も。自分だけの輝きを持ってる。輝き続ければ、必ず誰かに見つけてもらえるから。うん。元気出すよ。別の計算方法でやってみようかな。最初から。セトスが最近よく言ってたカサッチじゃないか。大マハマトラ？君も他人に祭典への参加を勧める趣味があるのかい？教令院で調べたいものがあって通りかかったから声をかけただけだ。だが確かにお前には興味がある。七星召喚をやらないか？やらないね。それなら安心だ。は？だって、お前がカードゲームをやったらどうなると思う？知らない。では教えてやろう。イカサマになる。面白いか？手をつなぎ。なかなかいいジョークが言えたな。